鳥ピケの鳥散歩。今日もたくさんの野鳥が撮れました。一緒に野鳥を見つけに行きましょう。さあ、野鳥の世界へようこそ。アオサギが川に立っています。右足を上げて片足で立ちます。冠羽が長くて細いです。風でたなびきます。背中が松ぼっくりに似ています。首が長く、首を伸ばすとフレームアウトします。上昇しながら飛んだり旋回して飛んだり、首を折り曲げて羽繕いします。ノスリが木の上に止まっています。木の上に長時間止まっていることが多いです。お腹がふわふわ、お腹は白く、背中は茶色です。上くちばしが下向きに尖っています。空を飛んで違う木に移動します。飛びと間違えやすいです。よく見てみたらノスリであることがあるので、目を見開いて確かめましょう。大判が川に浮かんでいます。水中を覗いて水草のある場所を確認しています。潜って水草をくちばしでくわえたまま泳ぎます。時折羽繕いしていることがあります。集団で同じ方向に泳ぎます。泳ぐときは首を振って泳いだり折り曲げて泳ぐこともあります。足は緑色です。胴体部分が大きいことがわかります。キジバトが木に止まっています。鳴き始めました。つぐみが木の上に止まっていました。地面に降ります。降りた後は歩きます。たまに地面をつついて地面の下にいるミミズを引っ張り出します。青地がいました。枯れた草の幹に止まっています。あ、飛び立ちました。シジュウカラが枯れ草に止まって餌を探しています。枯れ草の中に潜んでいる虫や草の種を食べます。シジュウカラは動き始めると止まりません。素早く木の枝を飛び回るためカメラで捕捉できません。大サギがいました。ふふ、寝癖がついています。羽毛がふわふわしている時があります。何かに興味を示したら首を動かします。お腹が減ったら魚を捕まえて食べます。水面を眺めて魚を見つけたら勢いよくくちばしを突っ込みます。魚を見つけたら急ぎ足に羽を羽ばたかせて飛びながら魚を捕まえる時もあります。カワウと競って魚を捕まえます。自分の体をきれいに保つために首を折り曲げて羽繕いします。カワラヒワがいました。羽毛が緑色なのでオスです。メスはクリーム色、背中の羽の一部が黄色いです。地面に落ちている木の実をむしゃむしゃ。外敵がいて警戒しています。あ、モズです。幸いなことに捕まらずに逃げ去っていきました。コガモがいました。オスは頭が茶色と緑、風切りバネの一部が緑です。羽を念入りに羽繕いしています。マガモが川に浮かんでいます。オスは頭が緑色、首に白い輪があります。メスはくちばしが橙で黒ずんでいます。風切り羽の一部が青色です。逆立ちしながら餌を食べる時も水中に首を突っ込み餌を食べます。羽を手入れしています。バンがいました。水草を食べています。コガモとバンが近くにいます。あ、争いました。水鳥同士でも争う時があります。カイツブリが川に浮かんでいます。川の水面を泳ぎます。川に潜って魚を捕まえます。よく潜り、潜り始めると止まりません。水面に浮かびながら羽繕いを行います。ムクドリが木の上にいてこちらにお尻を向けています。あ、飛び去りました。今日もいろんな鳥に出会えました。たまにノスリを見かけることがあり、
長時間観察するのですが、木の上に止まってあまり動きません。活発に動くノスリを見てみたいものです。ここまで見てくれてありがとうございます。このチャンネルではこれまで野鳥撮影を行ってきた経験を言語化して、野鳥撮影を始めたい人に必要な知識を解説しています。これからも野鳥撮影に役立つ情報を発信していきますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。